子供が多いな。老人、子供と老人。風が強い。風の音やこれ。うん、バンドエイドな。あかんか。ん？電車のブレーキ。車の音。おばちゃんの下駄の音。駅のチャイム。なんや。子供の靴か。おお。ああ、募金な。線路の下か。違う、線路の下でな。あ、線路の下か。うん。ガードレールという名前やな。おお、バイク走る。電車通る。電車通りの車走りの、バイク走りの。風の強い日やったな。ん？うわ、音が多すぎてわからない。一体何や？誰か手、なんで手を叩く？手を叩く何がそこにある？あかんわ。うわあ、これパチ屋か。パチ屋やな。これはあれや、軍艦マーチで間違いなくパチ屋。パチ屋の前には自転車止まります。何追放？もう一回言って。え、二軒目のパチンコ屋。これは海物語のリーチの音やな。スーパー海物語っていうサインやな。あ、鉄人28号。あ、だいぶ場所が分かってきた。あ、こか。え、そうか。でもあの商店街これ鳴りまくってるからな、どこかは分からない。まあ、えらい賑やかな音楽やな。おい、なんだこれ。デモ行進でも通ってんのか。何があった？おいおい、どうした？おいどうした？おいおい、しかしこのランバダやめようよ。ランバダが最近流行ってるようだが。え、違う、中国音楽これ。チャリの音って結構怖いよな。いきなり鳴るしな。ほんでまたなんかしらんけど、ここのチャリみんな音高いし性能良すぎや。うわ、すげえ、トラック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 。これは20トントラックぐらいのが走ってるな。いつまで行っても、あ、トラック終わらへん。え、電車これ、長っ。え、うわー、だんだんあれやな、酔うてくるなこれ。音酔いしてしまうよ。まあなあ、ここどこやろうか。
交差点の真ん中とかな。あ、車の音と風の音か。ああ、やっぱり交差点。これ二国やんけ。二国の交差点やんけ。ああ、誰や、セッタ履いてる人がいいのか。なんやこの鼓動みたいな音は。ドックンドックン言うてるで、鉄人を人造人間にする計画でもあんのかいな。心臓作っとったら怖い怖い。
エレベーター降りて左手の方にぐぬんって曲がったら商店街側 の入り口というか自動扉があって、それを商店街側の方に出ます。で左手に曲がったら、左手に仏壇屋さんとか au があって、右手に下着屋さんとか靴屋さんがあって、そこをずっとまっすぐ行くんですけど、駅側の方に行くんですけど、まっすぐ行きながら歩いていくと右手にピザ屋さんがあります。でピザ屋さんの角を右手に曲がります。で右手に曲がる瞬間にホルスっていうパン屋さんが見えて、ちょっとパンの匂いがしそうな しないような。でそのままずっとまっすぐ行くと、角の方にタバコ屋さんとか新聞とか雑誌とかが置いているところのちっちゃい店があって、交差点になってるんですけど、そこを渡ると右手にピョンヤンラーメンの店が見えてきて、でちょっと奥に銭湯のマークが見えてくるんですけど、その手前に餃子亭という黄色の看板で、オレンジ色で餃子亭って書いた店が見えてくるっていう感じです。お腹空いてるときは担々麺で、当てて注文したいときは梅しそ餃子です。担々麺はね、ナッパがいっぱい入っていて、でちょっと辛めなんやし脂っこいねんけど、めっちゃ美味しいです。その二重扉の扉を サークル系が西神戸センター街横断歩道魚屋さんがアーケードが切れます。三平
雨の日は上が、晴れの日は空いてる。丸子市場にも見えてしまうような、ひらひらとはためく上り、八百屋さんの隣に天ぷら屋さんのお向かいなんですけれども、ミャンマーカレー、チキンとナスのカレーが好きです。美味しい。じゃあ今劇場にいますが、劇場をまず出ます。1階にお好み焼き屋さんがあるので、いつも、このビルの1階は、ソースの匂いでいっぱいです。扉を出ます。この床を見てもらうと、いろんな人の手形があります。スター街道っていうらしいんですけれども、これはハリウッドの真似をしてるんだなと思いますけれども、震災以降に、いろんな、有名人が、復興を応援しようということで、残しているもので今も増え続けてますね。左側に、アジマンという、お茶屋さんがあります。いつもダンスボックスのお茶はここで買ってます。このお絵さんはですね、いろんな震災の話を、修学旅行生なんかによくしていて、で表に、将棋、とテーブル、将棋じゃないな、テーブルと椅子が置いてあって、でそこでよく話されてる。だから昔のなんかその、演題で、町のおじいさんが、将棋を売ってるような、そんなちょっと風情のあるおやじさんです。2号線が見えてきましたね。あ、青に変わりましたんで渡ります。左側に、花屋さんがあります。ここでよく花を買います。随分、息がよくて、持ちもよくて、安い、大変良い花屋さんですね。右側に蕎麦屋さんがあって、しばらく行くと、到着しました。ここが一貫楼です。一番多いのがちゃんぽんですね。あっさりしていて、野菜がたっぷり入っているので、値段も600円なので、手頃なのと、飲みすぎた次の日に食べるには結構さっぱりしているので、一番ちゃんぽんをよく食べます。いわゆる普通の長崎ちゃんぽんとはちょっと違う、作り方です。基本的には塩味ですね。あっさりしている味なんですが、それにいろいろ野菜のこう味が出ているような、そういう味です。
あら、なが、いいね、ひらり、さめにのほな、やめとしょな、おいろす、たがりぶとしょな、あくいぴーすぐりのな、いうなわげあげとし。音楽いいね。お鍋。まみせのまが、お、えー、らオーディクセヌキの花火ひらもオーディクセヌキウグサンはぁうむ夏でやせよのむよさがあねあにブールなはしょんどすとんせえいえてらるくせあこあぎだおおねやさよるよりやいいねろさういえあこなせんやついいねりがでひょうてあらながいいねりがまぜよなよつよつれにあうひねらへんが何だうれちらさんすりしらおいしてる何しちゃのおせしえらあの家にしちゃのおせしませおんやそうみたいえあと一個ずえいやでいらずでなんで手を叩くさみらかおりますさみらきなぐでかでおおくやずにしたもんえはまみせんのもなええらうよつなみだでいらきらきよひひんおおくきりうららがにひゅはえー、右手にあ、ウィッグやらかやるんですえ、サミナが身に入れないくせ、何したら一緒の犬としあわけそういう死ぬはーい今もおーって皆さんが本物でいくせ、何でしも話しますおのこで、あ、ウィッグやらえ、サミナ、あがせ変さまでくすね、ほまみえのままでちょくねあー、ウィッグやらだが右に、あだがせすくがこのあさいや右手に曲がりますで、よいのそうせよし、身に入れはゆららがにひぐさおらてあだてようやきみぎくせぬきのほなぎひらもおでくせぬきゆぐさやへえのぬれきせおんあわきらじゅであらしゃんへえふかふかいせばんゆぐさがいひとりくとわるめよはたえぐなおんでくせなにゃさめとはさみながみにひんでくせなにしたいしょのひむとしあわきらじしそうなしあらなことくんだもんねかそうなるむしろが見えてきどくやすにしたよしなくもねあわきらなくもじきあねここどこやろうか。